こんばんにちは、太郎です。つむすての続きやっていきましょうね。エペレツムとの交流よいしょ。お、そう、ここね、まだね、全部クリアしないんだよな。ここクリアしよう。ストーリー来ましたんでやっていきたいと思います。スタート。お、廊下ピカピカしてんな。なんかあんまり言うこと聞いてくれなかったよね、エペレツム。前回ツムが勝手なことばっかりするから、僕までベルさんに怒られちゃった。かわいそう。お前なんで喜んでるんだ何言ってるのか全然わかんないよ。でもその様子じゃきっと反省はしてないななんかエペル君に似て、やっぱりさ、なんか内に秘めてるものはあるんじゃない、なんか熱いものが。ゆるさんは言葉が通じなくてもパートナーになれるって言ってたけど、今のところ全く可能性を感じないかな。どうなんだろうね。おお、モブまさかのモブ登場。エペル君じゃないか。どうした。もしや一緒にいるのが寮長のおっしゃっていた突然空から降ってきたツムという生き物かい。うん、そうだよ。まるでぬいぐるみのように怪しいね。これやばいって。おい、ぶん殴られるぞ、エペルツムに。小さくておとなしそうなところも可愛いじゃねえか。よければ私にも少し抱っこさせておくれ。もう NG ワード連発ツムの前でそんなこと言ったらもう加速つけておらーってうわー、なんだ。ツムが豹変して飛びかかってきた。やっぱり可愛い外見を褒めたことがツムの激励に触れたみたい。やめてくれ。そんなに愛らしい見た目なのに、なんて乱暴な真似をするんだ火に油さらばモブ。ダメだよツム、人間にそんな真正面から飛びかかったら。体格差アルンダハンで勝てるわけねえねえそういうアドバイス、なんかダメだよとかじゃ、勝つためのアドバイスだった。これもっと小回りと生かしただがね、がわんねば。まだ下通って後ろさ回り込め、そのままリューブローと決めてやるお前のアドバイスはちょっと違うぞそれモブをぶっ倒すためにエペルツムが強化されたかもしれない。早くこの目の生き物を止めてくれたまえ。見た目で相手と判断するハンデまねんだ。わーもツムもそっとの大嫌いだじゃ。いけツム、右からタックルだポケモンみたいになってないかめちゃくちゃ指示するっていう。おわ、見つかっちまったな。またこんなやばいところを。あの子たち、本当に言葉が通じないの？ものすごく息ぴったりに見えるけど。ほんとね。確かに。ブラボー、まるで長年連れ添ったボクサーとセコンドのようだ。熱くて固い絆を感じるよ。叫び声が聞こえたから、どうしたのかと思ったけれど、エペル君とツム君の共闘が見られてよかった。なんかルークいいなぁ。めちゃくちゃのんきなんだよね。馬が合うのは結構だけど、このひょうぼり寮生としては全然ダメね。二人とも後で呼吸を吸えてやるわ。ビルさんちょっと楽しそうなのいいね。小さいハンデって舐めてくるやつっきゃ、ワンドがぶっ飛ばしてやら。こうしてさ、なんか鍛えていって、ジャックのツムもさ、筋トレしてたじゃん。だからさ、ジャックツムとエペルツムの戦いとか始まったりしてね。ポケモンみたいにさ、バトルしようぜって。エペルツムめっちゃ強い。かわいいな。殴られそう。続く。めっちゃ短かった。あっという間だったね。ストーリークリア。エペルツムとの交流に OK ですね。あ、これクリアしないとさ、次のステージ行かないんだ。ちょっとストーリー優先でやったんですけど、ちょっとダメですね。あ、いけてた。ごめん。いけてたわ。11。セベクツムか。また。どんな感じになるんでしょうね。若さは若さはとまた言うんでしょうね。ちょっと頑張っていきたいと思います。
ましょう。こんな感じですね。はい。では、また、セベクツムのストーリー解放したら、動画再開したいと思います。今回はこれで終わりにします。よければ、チャンネル登録、高評価、Twitter フォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。